あります。それはですね、あのま成功している企業っていうのはですね、日々変わるんですね。で経営学というですね、えー、理論からですね見た企業っていうものがこの理論で証明できないようなあの現象が日々生まれてきますので、経営学とは常に新しい現象を 追っていいいいかないといけなとけ学問でありますですので昔から続いている理論をずっと継承して学んでいくというよりは常に新しいものを追っていかないといけない学問でありますから常にドキドキしている今まで知らなかったような経営学の理論で証明することができないようなですね、えー、現象が生まれた時には本当に、まあ 興奮をするって言いますか？感動とワクワクはするっていう感じになります。はい、皆さんこんにちは。え、創価大学の経営学部で勤務をしております。吉本浩二と申します。皆さんよろしくお願いいたします。本日はですね私がえ皆様と一緒に学びたいなという風うに思っております。のはタイトルが今求められる。 良い企業とは何なのかっていうところについて一緒に学んでいきたいなっていうふうに思っております。皆様、この企業たち、どのような企業だと思われますでしょうかね。時間がないので済ませていただきますけれども、実はですね、ここにありますような、サウス・ウェスト・コーク、ジョンソン・アンド・ジョンソン、GE ですね。 プロッターギャンブル、ペプシ、ディズニーなど、まあ、世界一流の企業でありますけれども、そして、まあ、業界のトップの企業であります。最近はですね、それ以上に注目をされているのは、この3番の、まあ、特徴を持てる企業ということで、社会より尊敬をされている企業ということなんですね。あの時代が変わってですね、 昔は本当に利益を上げれる企業が良い企業だったのかもしれませんが、今はですね、時代が変わり、ただ利益を上げる企業だけが素晴らしい企業ではないと。やはり尊敬をされなければいけないとですね、企業に要求をする、消費者の方々が要求をする要求事項がどん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 増えてきているということで、 今企業はですね大変な時代になってきているのかもしれませんはいここに映し出されておりますのがアメリカのフォーチュンというですね雑誌であります毎年ですね最もアメリカで賞賛をされた企業のですねランキングを発表されておりますこれはですね アメリカにある企業670社を対象に調査をしたものでありますけれども、アメリカ企業が470社で。アメリカに進出をしております外国企業が200社というところで調査をしました。多くの方々がそのアメリカに本土にですね、進出をしている企業をどう評価をしているのか、どれだけ賞賛をしているのかっていうポイントからですね、 えー、企業のランキングを発表してるんですね。で、それを見ますと、やはり先ほどご紹介をしたような企業がやはり尊敬をされていると。それではなぜ企業は尊敬をされているのかっていうところで、ここにその変数が出ておりますけれども、やはりただ単にですね、利益を上げている企業、売上が高い企業ではないと。 経済的な、あの、利益ももちろんでありますけれども、社会に貢献をする活動も同時に遂行している会社たちがですね、やはり、えー、尊敬をされていると。そもそもですね、企業は社会から尊敬をされなければいけないものなのかっていうことも我々考えないといけないことであります。難しいですよね。私はですね、 大学にいながら多くの学生たちに企業の役割って何でしょうかっていうことをですね、申し上げるんですけれども、やはり多くの学生が、いや、企業は利益を上げないといけないので、利益を追求さえすればいいっていう学生もいますし、いや、やはり企業が持っている技術、テクノロジーをしてですね、多くの社会に貢献できるような こともしないといけないっていうですね。いろんな意見が出てきます。難しいですね。皆さんはどうお考えになられるでしょうか。じゃあ、この方は誰でしょうかね。知らない方はいらっしゃらないのかもしれませんが、アマゾンですね。創業者、えー、ジェフ・ベゾス CEO であられます。彼はですね、世界で最もお金持ちの経営者だと。 言われておりますけれども総資産はですねなんと約20兆7千億円どうやって使うんでしょうねあの羨ましいなと思う一方でありますけれどもただですねこの方世界で最も最悪な経営者最悪な経営者とも言われているんですねそれはなぜなんでしょうかえここにありますけれども アマゾンで勤務をされている方々はですね、アマゾンの倉庫、まあ、メインの,あのビジネスがあり、EC サイトのビジネスがありますけれども、あの倉庫で働いている方々は、一日にどれだけ歩くのかって言いますと、一日に平均24キロ以上歩くっていうんですね。で、また、えー、彼らはですね、労働者をしっかり管理をするために、手に腕輪をつけられて、どのように動いているのかを監視。 モニタリングされていいると言いますまた、業務が非常にハードなものですから、えー、会社の前にですね、救急車が常に整備、えー、されていると。これは、Amazon、えー、で働いている人たちにとっていいことなのか、やはり悪いことだと思うんですね。彼らは幸せを感じていないということで、毎年ですね、世界最悪の経営者ということですね。 ビゾフ CEO がですね、選定をされているんですね。どれだけ利益を上げていたとしても、そこで勤務をしている人が幸せでなければ、いい企業とは言えないのではないでしょうか。それも皆さんにとってもう一度考えてもらいたい要素だなと思いまして、ご紹介させていただきました。次にご紹介させていただきますのは、有名な 1976年にですね、ノーベル経済学賞を取られたフリードマン先生でございます。やはり企業に対する役割ということを先ほど申し上げましたけれども、企業というものはお金を稼げばいいんだということを一貫して主張された学者でもあられます。なぜなら、企業が社会にとって良いことをしないといけないっていうのは、 企業はですね、お金を稼ぐ専門家でありますので、そこはお上手だと思うんですけども、NGO 団体や、あの、そういう社会的企業が専門としているところはですね、企業はですね、専門家ではないんですね。だ企業はお金を稼いで、その税金を国に納めていますから、その税金をもとにして NGO 団体がいいことをしてほしいと。 いいことをする役割まで企業に要求されては企業がかわいそうだっていうふうにですね、おっしゃったのがこのフリードマン先生であります。ノーベル経済学賞を取った人もですね、このような意見がありますので、えー、良い企業とは何なのかっていうですね、回答を出すのは非常に難しいということが言えると思うんですけれども、皆様も今回の私の授業を通していろいろ 考えていただければ嬉しいのかなというふうに思っております。はい。次に進みますね。それでは、あの、私たちが、あの、最近望む社会の動向といいますとか、これはどうなっているのかといいますと、やはり SDGs でありますとか、ESG でありますとか、企業がですね、いいこともしないといけないと。やはり、お金だけは稼いではいけないですよっていうですね、 流れになってきてきいますなのでこれを無視することはできないんですね。やはりどう私たちが思っていようがですね企業というのは経営環境の変化に対応して柔軟にそれをこう組織をですね変化させていかないといけない。なので社会がですね企業に対していいこともしないといけないって要求をしているのであれば 企業も変わらないといけないっていうふうに思っております。まあで,でもですね、先ほど申し上げましたように、学生とディスカッションをしている中で、それでも企業のはお金を稼がないといけないんだっていう学生も多くいますので、これはですね、結論が出た、えー、アジェンダではないということを理解していただければというふうに思っております。 私がですね経営学を極めたいなっていうふに思った理由はですね私の出身が大阪の森口というところなんですけれども松下電機今ののパナソニックの本社があるところなんですね小さい頃から町にはですね松下電機の取引先や多くの会社たち工場であるとか存在をしていました。 松下電機のですね業績が悪くなると町全体が悪くなりそして、松下電機が良くなると町全体がにぎわうというですねそのようなことをです、ね、小さい時から経験する中でそしたら常に企業の業績を安定させることが都市経済の成長とつながっているんだなっていうことを高校生の時に思ったんですね。その時に あ、この学問を学んでいつかはまあどの年であったとしてもその経済がブれないようにしたいっていうふうに思ったわけです。そこからですね経営学に対する関心が高まり、そして大学生になりですね、えー、私はあのまあ海外の方に目を向けたわけですけれどもやはりどの年もそうなんですね海外旅行に行ったとしてもインタビューを通してやはり その国、その経済、都市、町っていうのは、やはり企業とつながっている。その企業の業績、素晴らしい企業と業績が鈍化している企業の差を縮ませたいっていう思いで極めたいっていうふうに私は思いました。それでは、ここからはですね、良い企業の条件、良い企業とは何なのかっていうことも、 実は時代によって変化しているっていうことを皆さんにご理解いただきたいなと思います。今いいことをしないといけないっていうふうなことを結論を申し上げましたけども昔はそういうことは全く企業に対して要求はされてきませんでした。で昔はどのようにして、えー、企業は、えー、その役割に対してですね行動実践をしてきたのでしょうか。これを見てみた。 これはですね、1970年の、えー、理論になりますけれども、1970年代におきましては、えー、理論と現通の乖離ということで、理論というのは、経営学で理論というのは何なのかというと、理論では利益が重要ですというふうになってまいります。理論ではですね。なっているんですけれども、やはり、えー 世の中の流れっていう、まあ当時の学生ですね。皆様にとって良い企業とは何ですか ?1970 年代に大学の先生が質問しました。そしたらどのような回答が戻ってきたかと言いますと、売上が高い企業が良い企業だというような回答があったそうです。ただ経営学では、売上よりも理論が重要だよっていうふうに教えていますので、理論と現実にはその乖離したものがあったと。 ここで見ていただきますと A 社と B 社の、えー、図がありますけれども A 社はですね1,000億円の売り上げがありましたそして1億円の利益が出ております B 社は100億円の売り上げがありましたそして10億円の利益がありました皆様はどちらが良い企業だと思うでしょうか 少し考えてみてください。はい。先ほども答えはもう申し上げましたけども、この当時の学生に聞くとですね、やはり良い企業というのは A 社、売上げが高い企業が良い会社だというふうに答えておりました、ね。だからこの当時、1970年代はですね、良い企業の条件というのは売上げであったっていうことをまず理解をしてくださいね。 はい。次にですね。これも1970年代後半に入りますけれども、えー、同じく売り上げが重要視されてきた時代ではありますけれども、ただですね、1970年代、今これを動画をですね、見ていらっしゃる学生の皆様は、あピンとこないかもしれませんが、1970年代というのはですね、第1次オイルショック、第2次オイルショックっていうことで、 景気が急速に悪化した時代がありました。この当時はですね、本当に大変で、大企業と言われる、先ほど言いましたような、売り上げが、を、たくさんある企業がですね、簡単に潰れた時代でありました。で売り上げは少ないんだけれども、利益がたくさんある企業っていうのは、景気が悪くなったとしてもですね、潰れなかったんですね。 そういう現象を見て、多くの学生たち、えー、まあ経済評論家でありますとか、多くの人たちがですね、あれ売上よりも、やはり利益の方が重要なのではないかっていうふうに思い始めたんですね。それが1970年代の後半でありますし、あの、ま、大企業も、売上よりも利益を重要視しようっていうですね、少し考えが。 変わってきた時代でありました。で、次に1980年代になります。先ほど1970年代後半にそうなってきた利益も重要だよというふうに申し上げましたけども、まさしくですね、この1980年代には理論と現実の乖離が縮小してきました。というのも先ほど申し上げましたように、売り上げも重要だけども利益も重要だというふうに我々が 思いい始めてきたとうことになりますなので新しくここに表にありますように C 社という図を挙げておりますけれども売上も重要利益も重要で両方が重要な時代になったっていうことをですねここで理解をしていただければというふうに思います。それでは1990年代に入ったらですね どのように変わったのかっていうことをご説明させていただきます。この表にありますように、理論と現実がですね、一致したんですね。つまりどういうことかというと、理論では売上よりも利益が重要だとずっと経営学で教えてきています。で、現実もですね、現実も、現実の企業もですね、利益を重要し、し始めた。まあ、し始めたというよりも利益が重要だともう、 思っておりますそのような時代に90年代になったということですね。ここにありますように C 社はですね1,000億円の売り上げがありまして10億円の利益がありました。そして D 社はですね500億円の売り上げがありそして10億円の利益があった。でこのような状況で皆様はどちらの会社が重要だと思うでしょうか ね、はい少し考えてみてください,、ねはい。答えはもう明らかですね。もう回答も申し上げておりますけれども D 社の売上が500億円で利益が10億円ですね。の会社が良い企業だというふうに今の学生は選択するようになったということです。つままり90 97年年代であるとかで、また97年 ですね、皆さんご存知だと思うんですけどアジア金融危機が起こりまして山一証券があの倒産をしたり債券信用銀行も、えー、倒産をしたりとかですね多くの大企業がこの世の中からな、えー、くなっていったと規模だけではもう成り立たない時代になったっていうことですねなのでこの90年代における良い企業の条件っていうのは、えー、完全に利益を あげることのできる企業がですね、良い企業の条件になったというふうに言えると思います。ただですね、ここから大きく変わってくるんですけども、2000年代に入りまして、再び理論と現実が、乖離現象が、ちょっとまだ生じてしまうことが出てきたんですね。この D 社と E 社というふうにありますけれども、D 社は売上が500億円。 E 社も売上が500億円。ただ、利益がですね、D 社は10億円。E 社は5億円となっております。これだと先ほどの理論から言いますと皆様は、売上が同じなのであれば、利益が多い方がいい会社だよねっていうことで、D 社を選んだのかもしれません。ただですね、ここに条件が入ります。例えばですね、 次のページに進みますが、D 社はですね、同じ売り上げでありますが、国民から批判を受けている会社だとするとどうでしょうかつまりどういうこと最近で言うとですね、売り上げはたくさん上がっていて、利益もたくさん上げているんだけれども、ブラック企業と言われている会社。利益も上がっているんですけれども、例えば最近で言うとどういう会社でしょうか ね、貸金融でありますとか、ね、先ほど言った Amazon のように、働いている従業員が幸せを感じていない会社であるとか、そういう会社はですね、やはり国民から批判を受けている。利益がどれだけ高くても良い企業とは言えないのではないかというふうに言われ始めてきた。一方でですね、この既存の理論からすると、 え、D 社よりも良くないと評価されている E という企業でありますけれども、利益が5億円しか存在しませんが、ただですね、利益が5億円しかないんですけれども、国民から尊敬をされている企業だとするとどうでしょうか。ね、例えば売り上げをたくさん利益を上げているんだけれども、その利益の50%をですね、社会に還元をしたり、 また、えー、貧困の家庭に対して基金を作って教育資金を提供したり、ね、社会にとって良いことを、ま、社会的な課題を解決しようと努力をしている会社、利益は少ないけれども、社会のためにということで頑張っている会社、皆様はどちらが良い会社だと思うでしょうか。ね、今の基準から考えますと、皆様は、 おそらくいい社が良い会社だというふうに判断されたのではないでしょうか。ね、利益は少し少なくてもですね、えー、尊敬と信頼を集めて、えー、いる E、えー、社が大事な重要な会社であると、えー、評価することができるのではないでしょうか。ね、だから今、ね、皆様が高校、 でも学んだと思います SDGs であるとか社会的企業というのはまさしく利益は少ないけれども尊敬を集めている企業なので今世の中がですねこのような流れになってきたつまり70年代80年代90年代今現在というところで良い企業の基準っていうのは変わってくるということなんですね今 ESG でありますけれども 今後ですね、再び、やはり利益だよね、売上だよねってなってくる可能性もありますし、今後より別の新しい基準が生まれて、それが良い企業だよねっていうふうになる可能性も十分にあるというふうに私は思っております。はい。それでここで一つの日本企業をご紹介したいなと思うんですけども、大阪にある混合組という 建設会社ご存知かもしれませんが、えー、もしかしたら皆様も学んだことがあるかもしれません、えー、お寺の建設であるとか補修をするですね会社でありますけれども、えー、578年に創業された、えー、日本で最もですね古い会社歴史が1400年以上すごいですよね日本っていうのは長寿企業ということで100年以上の会社 200年以上の歴史を持つ会社、300年以上の歴史を持つ会社、世界で最も多いと言われております。やはり島国だったので、いろいろな戦争があまりなかったものですから、そこで会社が潰れなかったっていう影響もあるというふうに言われておりますが、えー、その中でね、最も古い会社である金剛組はですね、どのような会社だったのか。これは聖徳太子の命を受けて、朝鮮半島のくだらから、 三名のお寺を補修する、お寺を作る義士をですね、連れてきた。そこからこの会社の歴史が始まったわけなんですけれども、まさしく先ほど私が申し上げたように、この会社はですね、えー、無理に利益を稼ごうとは思っていないんですね、えー。ここにこの経営の特徴が書かれておりますけれども、まず第一点にですね、基本に忠実であれ。 基本に忠実で見えるところよりも見えないところに神経を使ってくださいっていうのが経営の特徴だそうです。そして2番目に顧客のために顧客の立場で考えて仕事をしてくださいよと。ただ売り上げをマーケットを拡大拡大っていう ことではなくて、既存の顧客を最も重要視してですね、どこまでも顧客第一で経営をする。で、ポイントはこの3番目なんですけれども、世の中の経済状況が悪い時には、儲けすぎない。儲けてはいけない。っていうふうに、えー、もう、この、まあ、モットーっていうんですか、経営理念として、えー 従業員としてですね、その理念を理解をしていると。素晴らしいですよね。で、四つ目にですね、その職人の技術を守る。皆様もですね、将来大学を卒業して、お寺の補修をする会社で働こうとは、なかなか思わないだと思うんですね。なので、働く人が少なくなってきているわけなんですけれども、でも、働いてくれていただいた従業員を、 大事にする。なぜなら、この技術をですね、伝承していかなければいけないからっていうことなんですね。なので、ここで働いている方々、従業員はですね、非常に満足度が高いと。っていうことなんですね。なので、利益を上げてっていうよりは、拡大路線っていうよりはですね、この会社を今後も2000年、3000年と続けていくことが、より会社の 発展成長よりも重要視をしているんだっていう会社なんですねまさしく先ほど言ったように今の良い企業の基準とフィットする会社なのではないかなというふうに思っております先ほどですね私が経営学に関心を持った理由について少し申し上げましたけれども経営学と 地域経済っていうものは切っても切れない間柄であるというふうなことを申し上げたんですけれどもまさしくそれをですね高校時代に経験をさせていたただきましたあの地域社会、まあ、高校生の時は高校生であるんですけれどもまさしく私が通っていた学校がですね松下電器のお隣にあったやはりそういうことで、えー、企業に関心を持った。 で企業がどのようにして利益を生み出していくのか、えー、地域社会と、えー、こう結びついているのかっていうことをですね通っている高校が近かったものですから、えー、ワークショップ的な授業でですね学ぶんですね会社の方が高校に来ていただいてなので、まあ、その時にですね本当に、えー、企業っていうのは地域社会にとって重要だと思いましたしこの企業が 成功成長してくれなければですね我々そこから税金が入って地域の行政がうまく回らないんだっていうことをですね初めて学びその時にですね本当に心の底から企業の大切さ組織の大切さやはりどこまでも学問っていうのは地域と企業組織と離れられないものなのであれば 経営学を学ぶことが自身の将来に対して有利になるのではないかなっていうことをですね実感をしまして経営学を学んだということになりますそしてですね、えー、良い企業の基準の変化について申し上げましたけどももう一つ、えー、企業の条件の変化というものがありましてそれはですね企業において最も重要視をしている 経営資源の要素は何だったのか。今で言うと、企業が、ライバルが持っていない技術を持っていることが重要な要素であったのかもしれません。ね、ただ、えー、それも変化があるんですよということをですね、今から学生の皆様と共有したいなというふうに思ってるんですけれども、1910年代、昔々ですけれども、この時の競争力のある会社、 良い企業の会社はですね、何を重要視していたのかっていうと、工作機械を重要視していました。つまりどういうことかというと、良い工作機械を持っている会社こそが、良い利益を、たくさんの利益を上げることができてですね、あの、まあ、良い成果を上げることができる。つまりどういう時代だったかというと、1910年代は生産管理の時代であった。 という,ふうに言われておりますなので経営学部に入りますと基本的に学ぶ学問で経営学原理というものがありますがそこでテイラー先生っていうのが出てくるんですね。テイラー先生は科学的管理法というものを開発しまして人間がですねどのように作業行動をすれば生産性が高まるのかっていうことを研究した。 先生でありますあのフォードシステムであるとかコンベイヤーシステムっていうのもこの時代に生まれましたまあそう細かなことは大学に入ってから勉強していただきたいなと思うんですけどもこの時代が生産管理の時代でありましたで1930年代に入りますと工作機械も重要だけれどもやはり従業員が大事だよねっていう時代になりましたつまり1930年代は 昔のチャップリンの映画であったように人間を物として扱っていた時代。それからやはり人間を物として扱ってはいけないよね。機械も重要だけれども人間も重要なんだということで、この時代は人事及び組織管理の時代ということで、1924年にですね、ハーバード大学の名誉先生が あの、放送実験というものをしました。人間が最も一生懸命働けるような状況っていうのはどのような状況なのか。働いている、えー、オフィスをですね、工場をですね、きれいにすればみんな一生懸命働くのか。それとも工場の電気をですね、明るくすればより一生懸命頑張ろうと思うのか。どういう条件が、えーえー 従業員をですね、一生懸命に働くようにする動機を提供できるのかっていうことを研究した時代でございました。その時代からですね、1950年代にありまして、工作機械、従業員の時代。で、50年代には、今まで一度も出てこなかったお客様を大事にしないといけないですよね。不思議ですよね。1950年代まで、 企業はお客様をあまり重要視してこなかった。つまり企業が作ったものをはい購入しなさいというような時代だったんですね。ものが不足している時代であったので、どのようなものを作っても売れる時代だったということですね。ただこの時代から、えー、需要と供給というところで、えー、たくさん企業がものを作ってですね、 顧客からその商品が選ばれないいいいととと選択されないと売れなななな売時代になってきたっていうことですねなので1950年代はマーケティングの時代とも言われているんですけどもマーケティングの時代にはやはり顧客がどう思っているのか不平不満この商品に対してどのような不平を持っているのか顧客のハートをまず企業が把握をしてですね 顧客が望んでいる、顧客が持っているニーズに対して商品を作ろうという時代になってきました。で、マーケティングの時代が終わり、1990年代に何を企業は重要視してきたのかって言いますと、企業がですね、悪いことをし始めたんですね。つまりどういうことかというと、もしかしたら皆さんもご存知かもしれませんが、企業腐敗の時代と言っております。今も時々企業が、 粉飾会計であったりとか、売り上げをですね、ごまかしてですね、ね、あの、売り上げを、少ししか売り上げがないですよっていうふうにしてですね、税金を少ししか払わないとか、また、お客様に嘘をついてですね、このような効果がありますよっていうことですね、そんな効果はないのに、その商品を売ったりだとか、いろいろな悪いことをし始めた、政治資金、今ありますよね。 政治へのロビー活動であるとか、企業はですね、勘違いをした時代が1990年代なんですね。政治家を操ってやろう、ね。悪いものでも売れるようにすればいいんだ。というのですね。正々堂々と倫理的なものをあまり守らないような時代になっていたっていうこと。これが1990年代でありました。 で2000年代にはどのような時代になったかというと我々国民はですねもう企業があまりにも悪いことをばかりするので企業に対して経済に対して政治家に対して嫌気をさしてきた時代になってきましたなぜ企業は悪いことをするんだろうか企業に対する不信ねもうそれが最高潮にまで来たということですねなので 我々国民はですね、やはり企業が倫理を守る、悪いことをしない企業が良い企業だと思い始めてきたのが、この2000年代になってきてからなんですね。なので、どれだけ国民を、に嘘をつき、ね、騙してきたのか。まあ、それがある意味、後々この2000年代に入って、我々国民がですね、気づいてきた。 気づかしてくれた。もしあまりにも企業が悪いことをしなければ、我々今も企業のことを深く信じていたかもしれません。企業はいいことをしないといけないんだっていうことを主張しなかったかもしれませんが、企業があまりにも悪いことをしていただいたおかげでですね、我々は気づき、企業に売り上げだけではなくて、利益だけではなくて、 良いこともしなさいよっていうことを主張し始めたんですね。まあ、これは良い,い要素であったのかなっていうふうに思っております。それでは今はどうなのかっていうとですね、この工作機械の時代がありました、従業員の時代がありました、消費者の時代がありました、そして社会、倫理の時代がありました、で環境を重要視する、 今はですね、本当に環境マネジメントの時代というふうに言われておりまして、環境が大事ですよねって言われております。ね、今、どこに行ってもですね、企業でも、この大学でもですね、環境、環境、環境汚染をするようなことは絶対にしてはいけないっていうふうに言われております。 まさしく今は SDGs の時代でありますけれども、その要素の中で最も重要視されているのが環境であるというふうに言われております。ね、環境の時代。今は環境の時代であります。それでは、今後は皆さん考えてもらいたいなと思うんですけど、どのような要素が重要視されると思うでしょうかね、これ、ね、皆様と一緒に考えたいな。 大学生になったら私と一緒に考えてほしいなっていうふうに思っています。私も今一生懸命に考えてますけれども、何が正解かっていうのは今の段階で誰にもわかりません。まだ10年後、20年後も環境の時代だっていうふうに言われているかもしれませんが、その次、次、次世代の重要な要素を考えるのが我々の役割であり使命なのかもしれません。ね はい、で今の段階で私が、まあ、結論付けたわけではないですけども、えー、重要なのではないかなと思っている要素が人間主義というものでありますやはり環境社会消費者従業員、ね、もちろん最近ブラック企業だからブラック企業には行かないでおこうっていうようなね、えー、こう話が一周がたくさん出てきておりますけれども この人間主義実はヒューマニスティックマネジメントというところで昔からですね実はヨーロッパでは大事だよっていうふうに言われてきてるんですねまだその全世界的なイシューにはなってないんですけどもこの人間主義マネジメント人間主義の拠点がこの私どもが勤務している創価大学で人間主義と経営って 相反するものなのではないかっていうふうに言われるかもしれないんですけども、このように今の、えー、例えば環境マネジメント、SDGs、企業もいいことをしないといけないっていうような流れからすると、人間主義経営が大事だよねっていう時代も来るのではないかっていうふうに私は想像をしております。ね、なればいいなという希望論ではありますけれども、 その点について私は今一生懸命人間主義経営というのは何なのか、どのような要素がこの人間主義経営をこう押していくのかっていうですね、いう要素について一生懸命研究、教育をさせていただいております。 先ほども少し申し上げましたけれども、人間主義とは何なのかっていうところでございますが、ヨーロッパのスイス、ジュネーブにですね、あの人間主義経営センターっていう、えー、研究機関がございますで。そこではですね、人間主義の人間主義経営の3つの指導原理というものを発表しているんですけれども、あの皆さん、カント哲学っていうね、カントっていうのは哲学者。 ご存知だと思うんですけども、彼の哲学を利用して、このように申しています。人間は目的であって、手段であってはいけない。人間をものとして扱ってはいけない。ということですよね。人間は目的なんだと。手段であってはいけない。ってカントが言ってるんですけども、これを経営に応用するとですね、人間を最も大事にしないといけない。 従業員だけではなくて、企業に投資をしてくれている方、企業の周辺で何か商品を作るにあたって、取引先の方々、また企業を応援してくれている地域社会の方々、すべてが人間です。人間の尊厳を守る、人間をどこまでも大事にするということを主張しております。でもう一つが、 倫理的なところをしっかりと守らないといけない。企業組織を運営しているのはやはりリーダーが重要ですよね。その企業の役員だけではなくて、すべてのトップマネジメントが人間主義的なマインドを持っておかないといけないっていうことを言っております。で、三つ目が、ステークホルダーとの関係。企業が成功している企業っていうのは、その会社が 経営がうまかったからだけではございません。先ほど言ったようなステークホルダー、企業に投資をしていただいている株主、企業で働いてくれている従業員、そして地域社会の方々、取引先の方々、すべての方々がいたからこそその企業が成功しているわけであります。なので、そのすべての利害関係者とウィンウィンの関係を構築することが重要なんだよというふうに言われているような 気がします。まあ、これが今後の人間主義経営の要素になるかどうかはわかりませんが、やはり私個人的には最初のポイントとして、やはり会社の CEO、会社のトップの哲学って重要なのかなっていう。リーダーの哲学がやはり利益利益していると、やはり人間を軽視してしまう。そうじゃなくて、え企業、 の価値、価値を消費者で提供することによって社会も良い方向へと持っていくんだというような倫理的な意識を企業のリーダーが持っているとですねやはり企業は悪い商品悪いサービスは作らないと思うんですねそしたら良いリーダーっていうのはどのようなリーダーなのかっていうことを私考えてみたんですけれども既存のリーダーっていうのはやはり 利益中心の企業家精神を持つリーダー。そのようなリーダーっていうのは、どのように企業の組織のことを捉えているかと言いますと、企業というのは人間がお金を稼ぐ場所として捉えているんですね。それではダメだと私は思っていて、人間主義リーダーというのは、企業という組織はですね、人間が 成長できる場所というふうにリーダーが考えている。人間をですね、成長をさせる。人間を幸せにさせることのできる場所がこの企業なんだと考えているリーダーがいるのであれば、その会社は人間主義マネジメントを実行できる人間主義企業となれるのではないかというふうに、まあ、今はですね、 勝手に思っているわけですけれどもそのようなことを証明するために今一生懸命私は研究をさせていただいておりますこれが実証することできれば本当に私は嬉しいかなというふうに思っておりますなので今この良い企業に関する研究っていうのがやはり多くの人たちが良い企業とは何なのかっていうですね 研究ををすすること、ま、たここにこことととままたににのアジェンダに関心を持つことが重要だと思っておりますなのでこの動画を見ている皆様がですね良い企業って何なんだろうっていうことを少しでも今回の動画で思っていただければ私の講義はもうそれ以上の満足はございません。今後とも一緒にともともに考えていただければ 嬉しいかなという,ふうに思っております、ね、なので尊敬に値する企業の研究良い企業に関する研究いろいろあると思います社会から尊敬と信頼を得られる企業ってどういう会社なの、ね、そして企業を取り囲む先ほど、ね、ステークホルダーとの関係をウィンウィンするためにはどのようにすればいいんだろうかそして CSR、CS 企業の社会的責任って何なのかっていうことを皆さんも今回の動画を通して理解していただければと思います。最後まで視聴していただきまして本当にありがとうございました。以上になります。ありがとうございます。